はい、おはようございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい。はい、ということで、はい、今日は、11月の6日でございます。入りましたね。入りましたね。なんか、あのもう前にも同じようなこと言ったかもしれないですけど、はい、このコロナ入ってね、うん、あのこの1月とかさ、はい、の11月になるとかっていう想像が全然できてなかったんですけど、ほんまですね。なんか11月来ちゃいましたね、うん、あっちゅう間でしたね。ねえ、本当に本当にびっくりするぐらいあっちゅう間で、長いようで短いやっぱり ね、 ね、はい、本当にそんな感じなんですけど、はい、はい、ということで11月6日で、はい、今日がマテリアル、久々のイベントの、はい、イベントの日です、はい、日ですね、はい、お昼から、はい、チョイスな日です。チョイスマテリアルのチョイスな日、マテリアルのチョイスな日ということで、はい、お昼から、また映画についてね、映画を盛り上がりましょうというかね、はい、はい、というのを、まあ今月ちょっとやろうということで、そうですね、はい、週末ねやると、はい、いうことになってるので、今日が一発目、はい、はい、そして次の日にまたやるなと思って、はい、まあ、詳しい情報はまたね、そうですね、はい、後ほど言う人がいてるん で、 言う人がいるんで、はい、はい、それを言うために来たはる人がいてはるんで、取るとまたね、そうそうそう、何も言うことないやんみたいな話になってますね、はい、まあその話はこれぐらいにしておいてっていう感じなんですよ、はい、まあまあでもそうやってね、あのイベントごとがね、あのちょっとできるようになったって本当にありがたいこと、そうですね、はい、あの、うん、ちょっとでも多くのねお客様にまたマテリアルに遊びに来てほしいなと思いますし、はい、また マテリアルをね使っていろんな可能性をね、そうなんですよ、追求してほしいですよね、はい、その、はい、まあ、映画をね楽しむ会なんですけど、うん、まあ、来ていただいて、うん、でそういう感じでプライベートでも使えるよっていうのを一回試してほしいんですよ、ね、うんうん、なるほどなるほどなるほど、うん、ちょっとまあ気軽に来ていただければ、はい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 、いや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 、まあ、このね、はい、ソファーとかでもそうですけどね、そうですね、ゆったりと楽しめる空間になる、独り占めも OK なんでね、ソファーフラットになるんでね、え、本当にベッド感覚でね、え、はい、寝っ転びながらこう大画面見るみたいな、すごいいいプライベート空間になると思います、ね、はいはいはい、もうやっと動き始めてるとは思うんですけど、はい、まあ、まだそれでもねちょっとおっかなびっくりなところもありますから、はい、はい、第6波のことも考えながら、はい、感染症対策しながらとかっていうのちょっと気付かなあかんとは思うんですけど、はい、ここ借り切ってしまえばあんまり気付く必要ないと思うの で、 はい、はい、であのご家族ならね、そうです、なおさら OK ですね、あのもうマスクも取って自由に楽しんでいただいたっていう感じでいけると思います、はい、はい、ぜひ使っていただければなっていうふうに思うんですけども、はい、はい、ということでですね、はい、今日なんですよ、はい、久々にですね、まあ、激論、まあ、激論ってまあ、ね、タイトルが激論なんで一応激論っていうことにしてるんですけど、まあ、別にそんな喧嘩するほど激論を交わすわけじゃないんですけどね、はいはい、あのこの間ほら、あの斉藤久志監督 の、はいはい、あのインタビューで、はい、あの僕もそうやし、うん、お坂部さんもすごい、はい、こう火がついたというか、そうですね、ね、いいですね、久しぶりにこう、はい、なんて言うんでしょう、あの熱い感じね、はい、あ、そうそうっていうところだったじゃないですか、はい、だかその辺について、まああの、まあ、いわゆる演出論、はい、芝居論みたいなところを、うん、ちょっと2人でまた語ってみたいな、そうですね、はい、はい、ということで今回は、この11月6日の回を、はい、その、激論再びで、はい、やってみたいなと、はい、思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということなんですよね。僕ね、はい、でもね、あの斉藤監督の、インタビューの中で、はい、実はあの一番おーって思ったのは、はい、あの今の芝居は記号になってるっていうところがすごい、あ、なるほどなってすごい思ったんですよね。はいはい、だからあの笑うという記号、怒るという記号。だから、はあはあ、怒ってるっていう要はプリテンドなんですよね、うん、でその記号を置くことによって、あ、見てる方も、あ、怒ったはんねやって思うし、はいはいはい、あのいわゆるそのアニメ全盛なだけに、そのアニメなんてまさに記号じゃないですか、はいはい、絵っていう記号ですから、はい、そのキャラクターのそのどういう風に書いてあるかっていうのはともかくとして、うん、怒ってるように見える記号なわけですから、はいはい、でそこに声を合わせたり効果音を合わせたりとかして、うん、その記号をさらにリアリティのあるものにしてるっていうのがアニメのあれやと思うんですよね、はい、で今 の、 その俳優さんって何が難しいかって言って、そのアニメ
のアニメとかコミックとかのその感じにどう近づけるかっていう芝居をやってるように俺には見えるんですよね。はいはいはい、だ結構あのドラマとかでもね、うん、あの割とそのコミック原作のドラマが多くて、はいはい、だから芝居求められる芝居もどっちかっていうとそのコミカルというか、あ、あのリアリティのあるドラマを作るというよりは、うん、はい、あのコミカルなそのアニメチックな対応が求められる、うん、現実ではない、まあ、リアルではないリアルですね、うんうん、リアルではないっていうか見たらそのまんまっていう感情を表すというのが求められてるんじゃないですか。落ち込んでる、落ち込んでるでしょ、はい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 、でも落ち込んでんねんけど心の中で実はウキウキしてるっていうパターンもあるわけですよ、はいはいはい、落ち込んでるように外から見えんねんけど、はい、そういう芝居はいらんっていうふうに言われてるっていうのが僕はあの斉藤監督がこの間言うたはったことかなと思ってて、あのそれまあ確かにそうやなっていう、はいはいはい、まあ、ちょっとこれはうがった見方かもしれないけど、下手すると見てる方もその表情の奥に何があるのかっていうのを見ないで表面的なところを見ちゃう癖がついてないかなっていうのはすごく思うんですよ。ああ、多分ねついてますよね、はい、だから分かりやすく分かりやすくするんですよね。そうなんですよ。だから役者的にはそのもっとこうね、あの気持ちを何個も何個も重ねてっていう風な演技が本来その演技なんですけども、でも一番上だけでいいんですよね、やっぱり。そうなんですよね。そこがやっぱり、まあ、あの言い方悪いですけど、やっぱり上手い役者と下手な役者っていうのの区別つけやすいんですよ。薄っぺらい。なるほどね。でもパッと見上手く見えるんですよ、うんうんうん、でもなんか全然中身ないじゃんっていうような感じになってくると思うんですけど、でもそういう作り方になってはきているような気はします。いやだからね、演出がね、そういうのを求めるパターン、はい、多いじゃないですか。見てる人にいかに分かりやすく見せるか、なんか考えるっていうことがあんまりこうしないような感じになってきてましたよね。まあ僕自身もどっちかというとそのコミカルな作品を撮ることも多いし、はい、割合分かりやすい演技を求めることも今まで作った作品としては多かったなと思ってるんですけど、はいはい、でもその確かにこの間ね、斉藤監督があの撮られたあの草の響きの中で、はい、あの主人公を演じてた東野昌宏さんがいて、でその親友役の大東俊介さんがいて、うん、で回想シーンであるんですけど、その東出さんがもうどう考えても自分は危ないっていうか、その精神的におかしいから、はい、自分を病院に連れてってくれっていうふうに親友である大東俊介さんにお願いをして連れてってもらう途中の土手なんですよね、はい、でそこでところがもうこれ以上その歩けない動けない、うん、もう 病気というかその心の問題で、うん、あの怖くてこれ以上よう歩かへんみたいな感じになってしゃがみ込んじゃうんですよね、はい、でそれを斉藤監督はまあ普通だったら普通の芝居として考えたら、おいどうしたんだ大丈夫かって言ってその主人公のその状況に寄り添うような、うん、あの演出が多いと、はい、普通やったらそうなるやん、うん、であのもうちょっとだから頑張っていこうぜとかっていうふうに声をかけていくような演出が多いと思うねんけど、実はそのシーンはそうじゃないんですよ、オッケーシーンは。で最初は大東俊介さんもそういうふうにやったらしいですよね。でそれを斉藤監督は違うと、それそうじゃない方にやってくれと言って、結局どうなったかっていうと、あのこうしゃがみ込んでる東出君に対してあのポケットに手突っ込みながら、おいどうすんだよ、病院行くの行かないのみたいな、うーんいう声のかけ方をするんですよね、はい、で お腹減ってんじゃないとか、なんか食べるとか、いやもうこれ以上僕動けないとかって言ってるのを、じゃあさ俺コンビニでパン買ってくるからさちょっと待っててよって言って置いていっちゃうみたいな、うーんそういうカットになってるんですよね、はいはいはい、ある意味リアリティなんですよね。うーんあの本当にそういう関係性が出来上がってる、はいはいはい、あのこういうことあったらどうしようとかっていう、うん、その見てる方としては多分そう思いますよね、うん、でもリアルな現場って案外そうじゃないやんっていう、うん、その関係性がちゃんと出来上がってるやつだと、おれよここって言って、はいはい、おらせてで買い物行って帰ってくるっていうのは、うん、リアルといえばリアルなんですよね、はいはいはい、だからその、まあ、ある意味真逆のことをやってるんですけど、うん、そういう演出って確かに俺やってないなっていうか、うん、やっぱり寄り添う方に俺やったら演出してたよねと思って、うん、ちょっとハッとさせた。一緒ですよね、多分その答え、うん、やってることは真逆ですけど、うん、多分気を使ってるっていう方向性っていうのは、うん、一緒なんです。多分同じことをやってるんですよね。そういうことなんです。
気を使ってるからパン買ってくる、はいはいはい、そういうことなんですよ。でも分かりやすい芝居をしようと思ったら寄り添う、そう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 、そういうことなんですよね、うんうんうん、あれすごいこう僕はおおそうやなってなんかすごい気づかされたし、はい、あの斎、うん、まあ、藤監督の言ったはることで、うん、ものすごいなるほどって思ったところだったんですよね。まあ、特に僕はあの作品見てるんで、はいはいはい、見たから余計にそう思うっていう、ああそうか、あのシーンそういうことやったんや、はいはいはい、まあ、多分あのこれ今見ていただいてる方も、はい、見ていただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、まあそれで言うと、うん、その見てる側からすると、うん、そんなそっけない態度を取るんやみたいな風に取る人と、うん、やっぱりちゃんとあすごい気使ってそういう風にやるんやっていう風に二分してしまうっていうのもあるんでしょうね。そうでしょうね、うん、いやでね、まあ、そのシーンが出てくるのが、うん、ダイバーとなってからなんですよ。あ、はあはあ、だ2人のその仲いい関係性っていうのがちゃんと見えた後で出てくるから、はいはいはい、そんな不自然でもないっていうか、うんうん、まあ、その辺はちゃんと計算されてる感じですね、はいはいはい、でただ、斉藤監督も言ってはったけど関係性を作っていく上で順取りになるように助監督さんがスケジューリングしてくれたらしくて、だからシーンとしては最後の最後の方というか、まあ中盤以降に出てくるシーンなんですけど、カットなんですけど、撮影自体はそれが実はオープニングカットというか、あのクランクインのカットやったらしいですよね。そっから始まってる、はあ、難しいですね。いや難しいですよ、はい、難しいけど、うん、言ったらそこを一回経験してるからこの二人の関係性がもう出来上がっちゃうんですね。あそこに目指して作っていけるっていうことなんですね。そういうこと、そこをスタートポイントにしてるから、はいはい、二人は それを計算しながら二人の関係作っていく、はあはあはあ、そこまで許し合ってる中っていう前提で全部やれるっていう、だからあの監督は東野さんに親友の大東俊介がいるんだと、うん、それを感じてやってくれっていう、はいはいはい、指示になってるっていう話なんですね、はい、なかなか考えますね。ね、そうでしょ、はい、そうでしょ、ね、なかなかほら演出するときにそれって勇気いりますやん、うん、すごいですね。ね、うん、それを計算してそういうふうにするっていうのはすごいですね。あ、でも ね、それはでも斉藤監督もおっしゃってましたけど、その計算じゃなく、うん、やっぱその場で出来上がったものをどうその編集していくかっていうのが監督の仕事だから、だから最後に言ったのが、僕らはそうするしかないと。でも、うん、例えばその黒澤明とか小津安二郎みたいに天才って言われるような監督の人の場合は、はい、頭の中に出来上がったものをその通りに作れば名作ができるんだけど、僕らはそんなんできないから、その場その場で役者がどんなそのパフォーマンスするのかっていうのを見ながら、修正していくなり、それを受け止めて、どう構成するかっていうのを考えるのが僕らの仕事っていうに言ったはったの、あ、なるほどなってすごい思ったんですよね。いやでもそれがね、やっぱオープニングカットで撮ったら、うん、やっぱりその次もずっとそこをやっぱり置きつつ、うん、だんだん溜まっていくじゃないですか、うんうんうん、もうカットをね重ねていくうちに、はいはい、でそれが順番がバラバラなんで、うん、そこにこう当てはめていくわけでしょ、うん、すごいですよね。いやすごいですよ、ね、それはすごいですよ。それはさすがにやっぱプロやなと思います、うん、そこがねちょっとでもずれたら、あれなんでこんなの状態やろうなそこ取り直しになりますよね。そうそうそう、うん、まあだからその辺がね、あの作品、まあ、あの作品のことだけで言えばですけど、はい、うまいことできてるのは、2つの流れがあるんですよ、はいはい、東出昌大さんの、メインの流れがあって、はい、でそのもう1つの流れとしてスケボーをやるかやくんとかがの若者 お話が別にあって、そのかやくんが、東出さんとこう交わるまでの話も含んでるし、そういうのも間にちょいちょい挟まりながらやから、はいはいはい、あんまりこう密度濃い話がずっと続いてるとかっていうんじゃないんですよね。若者のストーリーと東出さんのメインのストリームと、はい、塩梅でこう絡めながらやっていったから、まあ適度な距離感ができてて、うまいことでき、まあ、うまいことできてるって俺が言うのもおかしいですけど、ね、うん、思いましたね、すごいね、はい、うん、はい、やっぱ考えさせられるというか、うん、やっぱ考えるものを見たいですよ、ね、うん、あ、そうですよね、うん、自然にこう考えるというか、はい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 、やっぱそれがやっぱり感情にこう突き刺さってくるっていうか、やっぱり軽くいっと、まあ、いいんですよ、うん、すごい、あ、いい映画やったと思うけども、うん、残ってないじゃないですか。そうなんですよね。そうなんですよね。上辺だけやと、まあ、感動はやっぱするんですよね、やっぱり、うんうんうん。でも感動するけども、そこまで深く感動してないというか、うん、
上辺だけの感情っていうか、考える映画っていうか、そのまあ、僕はね、3本作らせてもらって本当に思ったのは、はい、やっぱりそのお客さんが考えるものであって、うん、作品っていうのは僕らが考えて作るんだけど、はい、その通りに感じてくれるっていうことを要求しちゃダメじゃないですか。そうですね、うん、なんでこれが分かれへんねんって、そういうもんじゃないやん、はいはい、感じ方人それぞれやし、はいはい、その人の立ち位置によっては、はい、許されへんっていうぐらい腹立つこともあるわけですよね、うん、だからそういうその見た人にとってどういう体験をしたかっていうのまで僕ら縛れない。でだからこそできるだけフラットに作っとかなきゃいけないんだなっていう、はいはいはい、フラットっていうのはどちらにも配慮して面白くないものを作るっていう意味じゃなくて、もうどうでも投げていいっていう、はいはい、で投げたやつをどう受け取らはるかっていうところを楽しんでもらうっていうのこそが本当の娯楽なんだよねって、はいはい、もちろん斉藤監督 の話だけではないですけどね、はい、ずっと今まで思ってて、まあ、その響きも見せていただいて監督とインタビューさせてもらってすごい強く思ったんですよね、はい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 、そうですよね。だからまあ言うたらストーリーっていうか、うん、もちろんそのテーマ映画のテーマっていうのは一本ボーンとあると思うんですけど、やっぱ感じ方人それぞれ違うと思うので、うん、本当にその、まあ、僕もそのセリフをなるべくカットしていきたいけれども、うん、やっぱそういうところに含まれるわけですから、うんうんうん、ここのセリフを言っちゃうともう決めつけない。そう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 なんです。そうなんですよ。そうじゃなくて、そうっていうところですよね。そうそうそう。うん、だから僕も斉藤監督にもそのインタビューの時に言いましたけど、はい、僕らもほら習った時に、ね、セリフは嘘をつくっていう、はいはいはい、格言を習ったじゃないですか、はい、僕はあれはすごい格言やなと思ってて、うんうん、確かにそうなんですよね、はい、で人間って結局思うと思わざるに関わらず嘘をついてることってあるわけですよ、はい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 、例えば変な話、あ、じゃあ僕6時に行きますって言って、6時半に来たらもうそれ嘘じゃないですか、はい、まあもちろん事前にごめん、うん、遅れるからって言ったとしても結果として嘘にはなってるんですよね、はい、だからそれっていうのは言ったことを実現するかしないかっていうイエスオアノーで言ったら嘘になるわけですよ、うんはいうん、だからそういう嘘って誰でもついてるんですよね、うん、でそこに感情の嘘が入った時に見えないから、はい、見えないから大嫌いって言ってるのに大好きっていう気持ちを込めてたりとかした時にそれっていうのは見えないので、でもその見えないものをどう感じるかっていうところが実は見る側に求められてるスキルで、そうですね、でその辺が本当は日本人ってまあ忖度じゃないですけど感じ取る能力って本当はすごかったはずなんですよ。そうでしょうね、言葉遊びが大好きな人間だから。そうですね、だからもうやっぱり行間の芝居っていうか そこを求めたいですよね、うんうんうん、やっぱねそれがねできる役者さんとそうじゃない役者さんっているんで、はいはい、そうですね、もうそのまんまかよお前みたいな、はいはい、もうなんで俺この人キャスティングしてんやろと思う時があることもあるぐらいなんで、はいはいはい、だからそう、まあそれはあれなんですけど、うん、でも、そう行間の芝居っていうかね、うん、本当はこうじゃないかっていうのを持ってきてくれた時に監督としては嬉しいんですよね。ああそうですね、なんかその通りに芝居してるんじゃなくて、はいはい、なんかちゃうのを持ってきよったでこいつみたいな、はい、でもなんでそうすんのって聞いてみたら、ああそういうことは本来ちょっと取り方変えなあかんよねっていう話になるわけですね、はいはいはい、だから斉藤監督多分そのやり方なんですよ。あこのサイズでこうやって回してみるで、はい、回してみた結果あれってこいつのこういうのをあすいませんちょっとカメラの角度変えてみようかみたいな話なんですよね、はいはい、多分、はいはい、おそらくですけどね、はいはいはい、のサイズ感でずっとねフルサイズなんですよずっと、はい、基本は、はい、あんまり画面アップとか出てこないんですよ、はいはい、多くてバストアップウエストアップぐらいのツーショットとかはたくさんあるけど、うんうんうん、ほとんど3人が出てきたらもう3人フルショットがバーンって、はあはあ、部屋の中のシーンとかもそうやし、うーん、ただだん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 その中盤以降になってくると、はい、主人公の心情なりキャラクターの心情っていうところに意味が出てくるとアップが多くなってくるんですよ、はあ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 、寄っていくんですよ、はいはいはい、その言葉の意味は何みたいな、うーん、それ言ってる通りのことを考えてないよねみたいなのがだんだん出てくる、ね、うん、まあ、その辺がだからやっぱり監督がその場をどう切り取るかを決めて、はいはいはい、その場でカメラ指示を出したんだよなって思いましたけど、はいはいはい、作品はね、はい、なんかあれですよね、うん、やっぱりアート系
ですよね、うんうん、そう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 、アトゲですね、アトゲですね、完全にね、うん、まあ、だからそのエンタメでそれをやれるかっていうとなかなか難しいんですけど、でも僕はやっぱりそういうのもひっくるめてエンタメやと思ってるんで、はい、いいですねそういうのはね、うん、ね、はい、作ってみたいなと思いますね。ああなるほどなるほど、うん、なるほど、まあ人のお手伝いばっかりやってたからね、はい、今まで、はい作る方は、うん、まあ、もちろん舞台とかはね作ってますけども、うんうん、映画はまあ撮ったことないのでね、はい、まあまあまあ、あの撮ってみたらまた新しい発見があって舞台にまたフィードバックできるかもしれないですね。そうですね、うん、だ僕も逆に言うとあれですよ、その映像をやってたら、はい、舞台おもろいなと思ったりもしますからね。まあぜひまた、ね、そうですね、やってみたいですね、はい、いろいろ、はい、という感じで、はい、いい時間になってきたんで、はい、これ以上喋ると誰かの時間がなくなるんでこの辺にしたいと思います。はい、はい、またこういうね、そうですね、お話をね、はい、やっぱりものづくりやってると、うん、あのいろいろ感じることってあるじゃないですか、はいはい、またそういうのを皆さんとも共有できたらなと思いますんで、うん、そうですね、はい、なんかまたあのこれを見て感じたことがあったらフィードバックもらえると、はい、ありがたいですね、ありがたいなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、それでは行きましょう。あゆみ、はい、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、やってきましたイベントの日です。はい、皆さんお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、本日12時オープン、13時スタートで、はい、ですね、はい、マテリアルのチョイスが2のイベントです。はい、はい、12時オープンで始まる作品は、はい、でミゼラブルです。はい、はい、ワンチョイス、ワンチョイス、はい、しました。はい、セカンドチョイス17時オープンの18時スタートのダイハードですね、はい、はい、本日はこの2本を楽しみたいと思っておりますので、はいはい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、そして明日が料金先言いましょうか。はい、すいません。参加費が1500円でドリンク、はい、お菓子付きとなっておりますので、はい、はい、で限定が10名様になっておりますので、はいはい、今日の、ね、予約の状況は、うん、確認してから来てください。はい、お電話こちらね取ってますので、これ来ておくんなまし来ておくんなましどこの方言使うの。はい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 、はい、はい、ですね。はい、で、そして明日7日日曜日は、ファーストチョイスがアルマゲドン、12時オープンの13時スタートとなっております。はい、はい、次セカンドチョイスがラストサムライ、はい、ね、17時オープンの18時スタートとなっております。こちらの方もね、予約状況は確認してからお越しくださいまし。はい、濃い作品です。いや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 、だから、はい、レミゼにしてもね、はい、もうレミゼって言っちゃうぐらいみんな、ね、あれ超ロングランですもんね、はい、でもね、見てないんですよ私この時に、はい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 、見たいなと思ってますので、はい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 、ミュージカル、ミュージカル、もともとミュージカル、はい、ミュージカル映画なんで、はい、そう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 、あれはすごいね、あの感動する物語ですよね。はい、はいはいはい、楽しみましょう皆さん。次ね、土曜日が第3回のマテリアルのチョイスの日となっております。はい、はい、で、こちらダイハードとフェイスオフを、はい、チョイスしております。はい、一緒に言っちゃった。はい、で、日曜日、その次の日ですね、はい、ローマの休日とレミゼをします。はい、を、一緒に楽しみます。はい、別々ですよね。はい、違いますね。はい、はい、そうですね、セットじゃなくて、はい、ワンチョイスがローマの休日、はい、セカンドチョイスがレ・ミゼラブルですね。はい、これ時間がね、あの、はい、お昼、1時スタートと、はい、夕方6時スタートと、まあ、かなり時間が離、ね、れてますからね、はい、別々です。各1500円に参加費ということで、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。今日です、今日、はい、はい、今日からスタートですね。はい、今日からもうマテリアルがね、はい、リスタート切るっていう形になりますので、チョイス、チョイス、チョイスな日チョイスな日です。はい、チョイスな日です。ということで、よろしくお願いします。はい、では行きましょう。タガさん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、中目タガシロキです。シネマトゥーのコーナーでございます。今週もレビューマンマサキの前からお送りしております。今週もレートなシネマ館で違いますよここですね、宣伝番宣を掘り込みますよね。はい、はいはいはい、今日は頭から日村監督に、はいはいはい、化けて出ております。はい、選手のを見てくださいね。はい、繋がってます。今日はですね、はい、私の好きな監督の人であります、はいはい、ダリオ・アルジェント2本立てでいきたいと思います。はい、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 こちら、はいはい、パンフレットがありませんでした。
映画インフェルノ1980年のイタリア映画です、はい、でもアメリカ資本なんですね。だから我々は、まあ、サスペリアで、まあ、成功してそれから呼ばれた、はい、っていう感じですね、うん、一応サスペリアといえば、魔女三部作と言われてまして、はい、これが一応サスペリアシリーズの2ですね、はい、本当の2ですね、はいはい、魔女シリーズの2ですね、はいはいはい、でその次にあとまたサスペリアテルザというのが、はい、3作目なんですけどね、はい、まあまあ1作目でやめてたらよかったのにということでございますけどこれはどっちかというと、はい、ちょっと色彩がねまたサスペリア調になってまして、うん、ダリオ・アルジェントの、 あの色彩の魔術といいますかね、はい、そういうのが見れる作品でございます、はいはい、割合有名なのは首が好きですね、ダルダリの首切るの好きですね、はいはい、またこれも首切るシーンがありますので、はい、見ていただきたいと思います、はい、制作がクラウディア・アルジェントの、まあ、ミンチでやってますね、はい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 、それまあ出演者の方もどっちかというとサスペリア・ゲノミアンとか、はい、そのサスペリア・テルタ出た、ね、まあ、日本でいう何々組ですよね、なるほどアルジェント組が出ておりますので、はいまあ、これはまあ、まあ、これが一番ちょっと魔女というよりもショッキングホラーに近いかなと思いますので、ぜひとも見ていただきたいと思います、はい、DVD レンタルとかで見れますので、はい、よろしくお願いします、これもレンタル落ちです、はい、これレンタル落ちです、はいはい、そしてですね、はい、でもこれ手に入らないとあんまり出ない、ね、でだからレンタル落ちちゃうんですね、そうですね、はいはい、そして、はい、私のダリオの中でも好きな作品で、はい、先ほどねあの魔女2言いますけど、これ全然関係ないのに、はい、単にサスペリア2ですね、題名が、放題がね、だからサスペリアがヒットして、はい、サスペリア2という題名を東方久保さんが作りはったんですけど、はい、実はサスペリアでも前に作った作品でございます、はい、でもこれも、まあ、我々首吊りのシーンとかありますけども、はい、これ、はい、1975年のイタリア映画でホラーではなくて、はい、ミステリー映画になっております、なるほど、はい、これも、いろんな方で出ますけどね、ダリア・ニコロティという、もともと奥さんが先の作品も出てるんですけど、はい、奥さんが出てるんですね、はい、でも奥さんをどう扱うかっていうのも見どころでございます、なるほど、これも有名な音楽はゴブリンサスペリアでやったけど、はいはい、この曲も私好きです、ね、見ていただきたいと思います、はいはい、これはまあ言えばね、これもトリック映画なんですけど、うん、まあ犯人が誰かっていうところと、まあ、そういう、まあ、血がどうとかとかいろんなあの死に方があるんですけど、それ見ていただくんですけど、はい、犯人が誰かっていうことを、うん、まあ一つあります、それが、はい、でも本当は冒頭で分かるんですけども、うん、でも気がつかないっていうところがヒントでございます、はい、2回目見るとすぐ分かるんで、ね、全然もう面白くない、なるほど、1回目、はい、2回までは見てください、はい、でも決して1人では見ないでくださいという文句でございますので、はい、2人で2回見てください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということでエンディングでございます、はいはい、ということで今日も走り抜けました、そうですね、はい、もうねあの隣で自分の方がなくなるんじゃないかってドキドキしてたらしいです、ね、終わらんのんちゃうかないやでもね、まあ、しゃべりだしたらね、いや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 、ね、もう10分とか15分でね、しゃべれる内容じゃないから、本当はどんどん出てきますよ、ね、そうこれ飲みながらやったらもっとずーっと、ああやばい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 多分間違いなく朝まで続くぐらいしゃべってます、ね、いやでもそれ違うんじゃんとかっていうね、はい、なんかそんなこと言い合いながらやるのが楽しいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、逆にあれですよね、皆さんからもトークテーマもらって、そうですね、あの喋ったりするのも面白いかなと思うんで、はい、まあ、この2人に喋らせたら面白いんちゃうかなというテーマがあったら、ぜひまた皆さんからもいただければなと思います、はい、はい、ということで、また来週再来週と、頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、さよなら。Keep your time.